ママシュマロ返信動画ねやっていいこうと思います今日はなんかちょっと重ための質問いただいてるんでこれ後回しにして最初にこれゆるく聞ける動画も良いのですがたまに動画時間長め内容濃いめのガチ動画を作ったらもっと伸びると思いますとこれね本業でもよく言われるんだけど今の状態がもうすでにガチで俺ってね最適か最短か最小手順化する癖があって いやーこれ以上ね、なかなかと説明しても多分入ってこないと思うというか、まあ多分ね、タイプ論、ここでタイプ論でこう、ガーッと説明してるでしょう。あの程度の説明でタイプ論を伝えられて、家族論も伝えられて、で、イドラ論、その他哲学も伝えられるということは、もう伝わってるんだからいいじゃんっていうのが俺の中の手応えで、まあだから長くする意味ってあんのかなという。で、内容濃いめっていうけど、一番大事なこう要素を取り出して喋ってるわけで、 まあだからこれ以上喋るとしたら、うん、おしゃべりクソ野郎になるだけだから意味ないんじゃないのかなって俺はちょっと思ってるので今のこの、うんえー、短めの動画が一番ベストなんじゃないかと思いますとで次に黒森アルミカーボン えー、一番好きなブレーキはどれですか多分これ質問2つなんだけど、俺が一番好きな素材はチタンなんだけど、チタンは高すぎるので、まあ次に黒森乗ってると。で、アルミはね、あんまり好きじゃない。うん、硬い。で、カーボン買ってみたんだけど、ちょっと硬いなーって、疲れるなーって思ってますと。で、ブレーキはね、やっぱり雨の日走ること考えるとディスクブレーキが一番なんだけど、まあよく聞く感知ブレーキとかだと、まあいいのかなと思いつもやっぱディスクかなと。ただ、ディスクは自分で調整しづらいから、その面で、えー ブレーキリムブレーキを1台持っとくのもいいかなと思いますと。で、重ための質問とユングのタイプ論で4つの木のバランスよく伸ばした人間がいないか考えたんですが、と、えー、イエス・キリストがそうじゃないかと思いますと。神を中心とした価値観を持ち、神学者嫌いなところから外交直感補助感情じゃないかと思いますがと、えー。今ね、こうやって読んでるでしょ。この読んでる感じがね、多分ね、動画時間長めで内容濃いめのガチ動画だと思われるんだと思いますと。 えこうやってなかなかと説明すること、読み上げることに、俺意味が感じないんだよねと。で、まあえー、えっと、何旧約聖書、聖書から細かく引用しまくるし、例えを持ち合わせ、速攻で論破したりして、思考と感覚も結構強いと。うーん、キリストね、と。で、不正と母性も両立しているから、統合された性格の理想形に当たるんじゃないか。要するに、この、なんだろう、四角形になってるんじゃないかと。うーん。 え正直言うとうん、キリストのことよく知らないし聖書もほとんど読んだことないのでよくわからないんですが、まあでも歴史上のね、いわゆるね、老子とか孔子とか、あとソクラテスはともかくアリストテレスとかプラトンとか、あの辺りの人たちってね、理想的な四角形に限りなく近づいてるんじゃないのかなっていう。 まあだから理想を持てるイエスを想定するのは割とありじゃないかと思います。多分ブッダとかでもいいような気がするんだけどね、と。でもブッダはちょっとあれかな。うーん。どうなんだろう。うん、ブッダ。昨日あの、不死家庭だとね、やりちんやりまんが出来上がって、母子家庭だと甘えん坊が出来上がるから、やっぱり両方いるんじゃないかっていう意味で、例えばね、ムンハンなんとかっているでしょう。あれは不正が強すぎるし、じゃあブッダは母性が強すぎるのかなっていう。そういった意味でキリストっていうのは世界でこれだけ受け入れられてるってことは、不正と母性が両方 立していいるという意味で多分昨日の動画を受けて多分これ不正母性とか言ってんじゃないのかなと。で、またい電は思考、マルコは感情、ルカ電は感覚、ヨハネ電は直感の傾向がありますって言われても、えー、よくわかりませんと。うん。ということでね、今回、えー、マシュマロ変身動画を撮ってみましたということで、失礼します。